下手くそすぎた。回避を見したつもりが、おらはいどうも、北前です。今日も今日で、はい、今回はね、まあ、片栗を使っていくんですけど、まあ、前回も片栗、まあ、1ヶ月、2ヶ月前くらいに使ったんですよ。まあ、その時はね、ちょっと使いこなせたのもなかったのもあって、まあ、ちょっとね、最近ちょっと、プラベとかで、まあ、たまに片栗使ってて、なんか楽しいなって。やっぱ強いなって。なんかこの特性とか見る限り、まあ、普通だったら絶対、タイマーは最強なはずなんですよね。タイマーはね、タイマーはつまり密集地外だったらめちゃめちゃ最強な気がするんで、まあ、ということで、今回は片栗をリベンジ企画としてやっていきたいと思います。まあ、ちょっとスキルレベル4なの残念なんですけど、まあ、82レベルなのも残念なんですけど、まあ、シャンクスでも普通に使えるからね、多分シャンクスだったらね。まあ、だから普通に他のアタッカーで、まあ、最強な、まあ、最強の、まあ、とりあえずやっていきたいと思います。まあ、ダウンしないっていうね、ちょっと特殊な感じなので、まあ、他にはない特性ということで、まあやっていきたいと思います。それじゃあいきます、レッツラゴー。はい、ということで1戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。なんか最近さ、めちゃめちゃ思うことがあってさ、イケメンな人ってよくいいんじゃん。でイケメンな人のコメント欄でよく見るのが、もう間違いなく、もうほんと黙ってればいけないのに喋ったらマジで芸人さんみたいな、芸人みたいな、いやお前それ芸人さん舐めすぎてねみたいないやいやいや、と思って、そんなんで芸人さんって言われるのって、そんなんさ普通の量産型大学生みたいなもんよ。量産型の大学生みたいなノリしてるだけです。うん、なんか喋らなければマジでいけねえ。喋らなければマジでいけねえ。まあまあ、わかる。まあ、言ってる意味は、言いたいことはわかるんだよ。まあ、他にはさ、黙ってたらいけねえ。まあ、喋ってたら、まあ、言いたいことはわかる。まあ、話したらクソ面白い。まあまあまあ、話したらマジでもったいない。まあまあ、まだわかる。まだわかるわけよ。それで、一番マジでいけ、芸人みたいな。マジ喋ったら芸人みたいな。いや、お前それ舐めてねみたいな芸人さん。調子乗りすぎじゃねえと思っちゃうんだけど、俺だけ？え、だってさ、そんなんさ、あれやん。そんなんあれやんさ。だってさ、そんな俺が若干さスポーツかじってるすんじゃん。そんなんさ、じゃあ素人からしたらさあれなわけやん。素人からしたらだってもううまいわけってことは、もうさ、もう俺あれっしょ、運動したらプロ野球選手みたいな言ってるようなもんじゃん。いやだから、いなんかさ、芸人さんとかさ、変にさ、なんかそう、面白い人たちのこと、うまーまるかーマジで思いません。いやこれなんかしょうもない話してるんだけど、マジで思うんだよな、すごい。めちゃめちゃ最近思うことで、いやいや、だってさ、そんな確かに面白いのは間違いないかもしれないけどさ、そこまででもないよ。チナそこまででもないからね。おお、すごいすごい、プレイ動画みたいな素晴らしい動画撮れたな。いやマジでこれちょっとね、分散させましょう。これマジで分散させるの大事。どっちかシャンクスにどっちが取りたいかみたいな、どっちを守りたいかみたいな。まあそういえば、まあこっち、まあ、あっちは間に合わないもんな。どまい、うわマジか、危ない、ナイスナイスシャンクス、危ないいやマジでそう思いません。いやなんかさ、そういうイライラ、別にさ面白くないって言ってるわけじゃないんだよ。なんかそんな芸人みたいな、いやお前な、芸人舐めてね、芸人さん舐めてねみたいな、めちゃめちゃ思うんだよ。なんやねん、その量産型大学生でもこんぐらい面白いやついっぱいいるわと思っちゃうんだよね、マジで。ここはい、読み読み読み、ナイス。でも移動速度ブーストがだるすぎる。待って、固まってる。ああ終わった、終わりんこした、ごめん味方、ごめん。あ、30秒、耐えられるかな。お、味方強っていうかえ、マジでそれめちゃめちゃ思うんだよね。ごめん、なんか片栗の動画なのに、まあ一戦目なんかちょっとこれはね、みんなに聞いてほしくてまあちょっとこういういきなり愚痴動画になったけど、いやマジで思うんだよな。やばい、間に合わないかも、裏いけないかな、やばいな、ちょっとこれ間に合わないな、間に合わないよね多分。黒ひげに任せよう、俺はこっちの援護でも行こうか。まあ片栗のね、いいところは全く出てなかったけど、最後雨だれ持ちかと思ったけど、カウンターするから、雨だれ持ちありがとう。はい、ということで2戦目やっていきます。はい、まあさっきはね、まあ結構愚痴しか言ってなかったんですけど、まあ今回は普通にリーグ、まあね、面白ながら、まあ片栗を使っていくんですけど、面白ながらって何、俺日本語下手くそかバーカということでやっていきます。ね、うわ緑属性相手ばっかやん。いやカウンターさえ終われば余裕で勝てるわ、こんなん。カウンター早く使え、やばい、うわ待って、マズミンゴ、やばいやばいやばい、痛い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 、これは無理だ、負けた、誰か助けて、来たー、黒ひげ兄やん、黒ひげ兄やん、ありがとう黒ひげ兄やん。あ、どうしようか、これ勝てる気しないな。クローズ読みのあの餅を使いたいんだけど、あ、クローズ使っちゃったか、どうしよう、カウンターがあったからちょっと使いづらかったっていうのは間違いなくあって、あ、肉ラッキー、いただきます、ありがとうございます。裏取り来ましたね、多分エース君が。あー、もうマジでさ、エースの出し速度がさ、レベチすぎてやばい。おわ、ホワタホワタ、さっきカウンター使ってたから多分ないはず。ホワタ、あ、あった、しかしあったあった、
ホワイトよし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 、まあ、エースにはね、まあ、負けることもあっても、いや、やばいやばいやばい、めちゃやばい、どうしよう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 かどうしようか、マジでどうする、いやマジか、ロビンちゃんが意外とだるそうだな、ブースト中だから、いいとこ取りしようかな、やばい肉だ、突き壊せるか、俺のもんだ、いやー俺の、いやあまだれもつ、よし取ろう取ろう取ろう、よし完璧、やばい裏行かれてるか、いやでも裏一人いるな、ここは大丈夫、よしよしここから攻めよう、ブーストがそろそろ来るから、あー黒ひげか、あみんなそっち行っちゃう、あエース君みんな黒ひげ苦手あ俺も苦手、えちょっと逃げていい、まずいここだ、うわクローズせー、あー危ない、はい避けていく、バレット頼んだ、お前ちっちゃくねバレット、意外とちっちゃいんやなお前意外と小柄なんやな、まあしかしやっていく、やばい向こうのエース軍団がやられていく、やばいぞ、分かってる分かってる、ごめん分かってる、まあ行けたら行く、あー藤田か、オッケー任せろ、藤田ならいけるわ、対マンだったら藤田は負けないと思う、多分回避しな、一発二発隕石か、よしよし、ここ一発、危ない、よし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 、勝てる勝てる勝てる、藤田なら勝てる、逃げるしかないよなお前、よいしょ、いや待って、やばい、え火力高っ、待ってやめてー、あはあ、藤田、ね、どうなんだろうね、守れるか、あー取りに行っちゃったか、まあそれはしょうがないね、うわブースト来た、うわ回復したな、あ取れるんだ、待ってみんな下行っちゃった、誰だ俺、うわ黒ひげか、せめてゲージが溜まってればよかったんだが、間に合わない、いやどうするこれは、頑張れ俺、頑張れ頑張れる、無理だ、え勝った、ナイス、あ負けたんかーいはい、ということで3戦目やっていきます、あれさっきさ裏の話したっけ、裏がなんでマルコの理由、あ前ビッグマム使ったから、まあ、今回は4個の幹部つながりということでマルコにしました、ちょっとねカタクリはねちょっとつながりがあまりよくわからないんで、まあ今回はまあこっち使わせていただきましたけども、あレイジュさんそっち行く、よろしくお願いします、いや黒ひげ2体か見どころ満載やな、俺が黒ひげをボコボコにすればカタクリの評価がおのずと上がっていく、つまりごっちゃん、お前ドフィー逃がすか、こっちは任せろ、ドフィーなんてお茶の子サイサイサイですから、一発、あやばい非常にまずい、まずい、よしよしよし、待ってまだ使わないで無敵スキル、黒ひげもう一体のお前はまだ使うな、まだ使うなって、あぶねーあぶねーあぶねー、あ肉俺いらねえわ、回避読むわ、んあ回避読んだけどちょっと怖かったんだよ、どうしよう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 、ここ雨だれ持ち、待ってやめて、あーよかったよかった、耐えた耐えた耐えた、少しでも耐えたのはまあ勝ち、全然勝てる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 、よしよしよし、もうおらいい、よしよし勝てるぞ、よっしゃ、えすごい、みんな黒ひげ軍団を、ナイス、やめて、アップだ、あーもう私少し避けたじゃん、お前両方とも切るなよ、片方だけにシーや、まずいまずい、どうしようどうしよう、黒いくぞ、クロコダイルワニ野郎いくぞ、どうしようか、やばいやばいやばい、真ん中大丈夫かな、うわでもあのシャンクス結構強そう、オッケー任せろ、回復する、あごめん、え行き過ぎた、マジかよ、行き過ぎたなんてことあんのかよ行き過ぎたなんてことあんのかい、行き過ぎたって言って一番やめてほしいわマジで行き過ぎんな、おありがとう、こっちもありがとう、つっとくわ、よし、え意外と勝てね、これ裏行くわ、よし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 、勝てる勝てる勝てる、全然勝てる全然勝てる、黒ひげゼロでも勝てる時代が今ここに来ている、黒ひげなしでも勝てる時代が今ここにある、マルコはイエーイ、妖怪向こうついてねえからに、やばい無敵スキルだけやめて、やめて近づいてくんな、近づいてくんな、よし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 、あるあるある、全然ある全然ある全然ある、ここ逃げるー、イエーイ、よし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 、あるあるある、両方ともスキル使わせた今もう何も、うわー間に合わん、やばい真ん中が クローズでしょ、分かってる、な何人からクローズされんねん、うわーもうおーじゃんねーぜマジかよ、ごめんマジで、いやでも許してくんねー、やっぱさ結局こうやって覆されるんだよね最後にはやっぱね、片栗82レベルだから、なんか火力不足が補えないって言おうとしたら、まさかの火力不足を補ってくれる神のアイテム、チート肉、そうチート肉、そうパター、
おだおだやべ、ダウンしてる、ダウンしてる、何やってる、一発二発、おいしょ、痛い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 、やめて。はい、ということで4戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。やっぱね、みんなも思ってると思う、そろそろ活躍しろよ、ひたまゆ。分かってる、分かってるんだよ、俺も活躍したいの山々の山々なんだ。もうつまり富士山ぐらい山々富士山ぐらい山々なんだよね、活躍したいっていう。まあ富士山ぐらいじゃ甘いかもしれないけど、まあごめんドフィー、ごめんな、ごめんごめん、それはね申し訳ないんだけど、いやだから瞬間移動がえぐいんだ。なんかさ、間違えた、スキル使っちゃった。まあしかし奇跡的に当たっていくけど全然食らってないな。いやチラね、なんか瞬間移動、なんかみんなさ、やっぱさ、確か各々思うことはいっぱいあると思うけど、俺結構瞬間移動のがきついんだよな結構瞬間移動のがきつい、それはめちゃめちゃあって、なんかさ、だってタイマンにならんやん。おらー、やばい、それは下手くそすぎた、回避を見したつもりが、おらーイエーイ、ポー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 、ひたまゆ最強ポー。やばい、クローズ溜まってんのか、あれは溜まってんのか、どっちなんだ、あの、あっちに打った、ラッキー、取れる、イエーイ、四通りでかすぎ、あローならね、マジちょろちょろすぎる、イエーイ、あれブースト振ってないのかな、このローは。ほらやばい、もうマルコは、君はさっきいっぱいやられたからいいの、もういいの、いいの、いいから、まずいまずい、だって何が起きてるか分からないぐらいボコボコにした、振られた、やっぱダウン、ダウンね、ダウンってきついよな、ちょっとこれ肩繰りでいくわ、ちょっとごめん味方の方、ごめんって言っとくわ先に。あーだけど2人やられてるか、ごめんって言ったから許して、あの、ごめんって言ったから許して。いやーでもどうしようか、ブースト最後来そうだから、でもさっき肩繰り、だからマルコは天敵すぎる、マジでマルコは天敵、任せろ、あれ避けられた、当たったか、まあここは任せて、僕は中央を守りに行きます。もう君の負けだぜ、おいしょ、おい、やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、え、マルコまだ生きてた、ここおだおだ、よし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 、いやまあこれはしょうがない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 、全然しょうがない。まあしかしね、さすがに次はマルコで行こうかな、さすがにね次はマルコで行こうかな、まあさすがに次はマルコで行こうとは思うんだけど、まあなんか片栗兄やんが、俺に任せろ、未来は見えている、未来に、ああああ、はい、やっていきます。話すことなさすぎて困ってます。はい、ブーストか、ブーストはでかすぎるね、とりあえず上のやつらボコボコにして上を取る作戦。え、マジ君じゃ絶対勝てないよ、やばいやばい、負ける負ける負ける、 え君じゃ絶対負けないよ、負けないよ、ちょっと言って、いやいやああああ相当下手くそじゃね、赤サボに負けるって相当下手、あ、緑サボに負けるって相当下手くそだと、イエーイ、フゥー、最後、キーイキーイごめんなさい。はい、ということで5戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はいね、まあ片栗ね、普通に強いんですけど、まあやっぱりね、密集には弱いね。相手が2人以上になったら弱いから、頼む、俺、そっち行きたいじゃん。真ん中行ってくれたら嬉しいかな。ごめんって言っとくわ。ごめんって本当に便利な言葉だよな。マジでごめんって めちゃめちゃ便利だと思う。こうやればみんな許してくれるから、ごめんどんどん使っていこうね。まずい、クローズでしょ、うわーしよしよ、え、当たった今、まずい、雨だれ持ち、誰にやってんの、ん、俺誰にやった今、雨だれ持ち、あれ、まあまあまあおい無敵解除しろ、これ無敵スキルやめろ、はいはいはい、マルコはね、マルコはね、まあ、相手をかき乱してまあやっていきたいと思うんですけども、昼バラとかさ、マジでアロンパークとかさ、あの黒ひげの黒ひげの参加すぎるんだよな、ステージが。あ、ルッチなら勝てる、ルッチなら余裕で勝てるから、逃げる、イエーイ、はっ、クローズ使った、今絶対クローズ使った、はい勝ちました、ありがとうございます、ルッチ来い、ルッチ来い、よし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 、ははは、もう勝ちだぜ、ごめんな、ルッチには負ける気しねえんだ、どこ打ってんねん、まずい、それによってどこ打ってんねん、やばい、全回復しやがった、うわー待って、これあれやん、バグってるやん、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、勝てる勝てる、全然勝てる全然勝てる、肉は確保してるぜ、うわーマジか、あーまあでも勝てるね、ここまで来たら勝てる、勝っちゃうわ、危ない、よしよし、見えていた、そこは天才で見えていた、まあ勝てるけど逃げた、なぜかわかる、
まあやっぱね、かき乱すことがやっぱ一番のあれだからね。ルッチョはマジで勝てると思ってんの俺に。本当にそれ当たらないよ。回避する。えい、ー、しちゃった。いや本当だったら勝ってたからね。黒ひげのプレッシャーがあったから、黒ひげのプレッシャーがあったから今スキルミスっただけで、本当は勝ってたからマジで。クローズ、はい、読んでる。もうマジでこれ疲れるんだよ。よーし、うわもうもう溜まってんのかよ。あ、ナイス。ん、あ、あ、ナイスでもない、もうナイスだけど、ナイスってナイス。よしよし、こういうことだろ。分かってる分かってる分かってる。守ってくれよ、俺は信じる。よーし、カウンターしてくると思ったから俺はやらなかったということで、イエーイ、ふぅ。あ、待って、終わったわ。それは無理、回復する。よしよし、取れ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 る取れる。吸うな吸うな吸うな、バカ、変なタイミング吸うな。おいしょー、もう無理、ごめん、あとは頼んだ。お、味方ナイス、4取りしてる。あ、負けたやん。いや、そっちなんで2人いったんねん。いや、勝てたよ最後これ。いや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 、ミスったでしょミスったでしょこれ。ええこれミスったでしょ。まあ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 、結局カタクリはね、現環境怠慢無理と言っても怠慢のなる機会があまりない。ありがとうございました。はい、ということでね、今日の動画は終わるんですけど、カタクリね、ちょっとね、現環境じゃやっぱり厳しいかな。怠慢に持ってこうとしてもクローズされて、まあこうなったりするから、まあね、そんなもう一気にダウンした、正直シャンクスとかに出てきたら、まあね、強いとは思うけど、まあさほどかな。まあ強いとは思うよ。あの、過去キャラには強いと思う。まあ俺みたいに緑サボに負けるかもしんないけど。ありがとう。ということで今日の動画終わりたいと思います。ぜひよかったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。